はい、皆さんこんにちは。スタジオアスカのマチャです。私はこういうルアーを作ってるルアービルダーです。特にヒラマサのキャスティングでミスジャークが少なく使いやすいルアーを作ってます。中古で買ってはいけないロッドメーカーの特徴ワースト5ということで、その特徴を5つ紹介します。動画の後半ではその解決方法、対策を話しますので、最後まで聞いてください。それでは行ってみよう。一つ目はメジャークラフトです。これはメジャークラフトの竿がクソ竿だからではありません。メジャークラフトはちゃんと検品してるのかと思うくらい保証が手厚いんです。穂先が折れても保証期間内であれば無償交換ですし、そういう手厚い対応に満足してるユーザーを SNS 上で参見します。なので新品で買うことをおすすめします。僕は中古で買いの目安ということで B ランク以上、そして定価の 30% というのがあるんですが、保証がない定価1万円を3000円で買うより、保証がない5万円の竿を1万5000円くらいで買う方が良いと思いますが、どうでしょうか。プライベートブランドも同様の理由で中古ではおすすめしません。ちなみに私は 5g から 10g のマイクロジグ用の竿としてダイコーのドレドノートを買いました。新品で買った場合、保証書にレシートをホッチキスで留めておきましょう。二つ目はシマノダイワのような広告宣伝費が高そうなメーカーです。こういうメーカーから中古を買うことは極力避けましょう。エギングロッドのインターラインのようにこのメーカーでしか出てない竿を買う場合は別ですが、広告宣伝費は宣伝した商品にも乗っかっております。例えば90年代定価3万円台のバスロッドとしてシマノのバンタムスコーピオンがあるんですが、これとですね2004年のカタログにあるダイコーのギャレットは、これ定価2万円台なんだけど、直接手に取ると分かりますが似たような感じのロットです。世の中の確かな情報とは自分の五感のみです。自分がどう感じたかが問題です。その頃から私はシマノダイワのラベルは1万円の価値があることに気づきました。ですがラベルごときに1万円を払う気は毛頭になく、ダイワシマノの中古ロットを極力避けております。広告宣伝費をかけてるメーカーは知名度が高いので中古市場でも買い手がつきやすく値段が高くなる傾向があります。でも90年代のインターラインバスロットはプロ歴史と認定されてますので、これは安いです。現在ではゼブコのオメガ Z02 とか Z03、 あとはバレットに組み合わせることでボートシーバスとかボートアジングでこのシーバスとアジを両方釣ることができる無双ができるタックルを構築しました。ハイスピードスコーピオンよりは TDX の方が良いです。3つ目は軽量モデルです。これはリールにも言えますが、軽量にすることで剛性が犠牲になっており、耐用年数が低いので中古ではおすすめしません。高弾性カーボンは折れやすい素材ではなく材料費が高くなるので、薄巻きにして軽量モデルとして出す場合が多いから、そういった誤解が生まれたのです。なので定価が高い竿にしましょう。ダイコーのタイドマークシリーズより良い竿なんてありません。定価8万円だからね。4つ目は強心者が多いメーカーです。これはプレミア価格がつく場合がありますが、その価値に見合った竿なのかは疑問です。強心者が多いメーカーには必ず看板男がいます。ファンは会社じゃなくて人につきます。釣り道具を製作して販売してる僕だから分かりましたが、本当に良いものを作ろうとすると時間がかかってたくさん作ることができません。なので注文がたくさん入っても作った分しかお金にならないのでリザヤも低いです。なので中古市場でプレミア価格がついてる状態になります。信者の方はですね、今こそ信仰心を示すべきじゃないでしょうか。なので新品を買いましょう。
ちなみに看板男の良し悪し、これはですね、宗教の教祖と同じ見分け方で、やたら車自慢や豪邸自慢するやつには気をつけましょう。信者が多いとめちゃめちゃ注文が多いことは当然ですが、めちゃめちゃ作れてリザヤがめちゃめちゃ取れる良い商品は、サーマルタンクで製造した朝日酒造の獺祭くらいしかありません。日本酒はワインと違って原材料の輸送がしやすく、熟成期間とかがねないからね、早く製造ができるので、ウイスキーとかね、あのヴィンテージワインもそうじゃないですか。世界中で作られる未来もそう遠くないでしょう。ロッドの製作はまだまだ手作業の部分が多いので、良い竿がたくさん作れるわけないんで、優秀なインフルエンサーがいるメーカーには気をつけましょう。ちなみに他のロッドメーカーは物作りのこだわりはそこそこに、こういうメーカーを見習うべきだと僕は考えます。5つ目は経営難に陥ったメーカーです。宣伝が下手くそで物作りにこだわりのあるメーカーは経営難に陥る可能性が高いです。それは釣り道具とは超次元の話をしているイマヌエル・カント以前の学問みたいなものだからです。魚の気持ちなんて魚にならないとわかんない話で、死んでみないとわからない死の世界について考えるのは無駄だからとイマヌエル・カントは言いました。まあ、これ要するにルアーカラーとか、その魅了するアクションとか、そういったところの話ね。なんかこのカラーが効くとか、これが魚に効くとか、なんかそういう話ですよ。で、五感で感じ取ったものこそ確かなものだと言ってます。なので自分にとって使いやすいとか、そういう五感で感じ取った情報ですね、これが自分にとって確かな情報です。で、この確かな情報というのはこれでしか得られません。なので使い方にも精進する必要があるし、道具への理解を深める必要があります。だから人に聞いてばっかりだとダメだってことですよ。何でもかんでも自分で試せと、自分で試して自分で五感で感じ取ったことを信じろと僕は言いたいです。ただしですね、釣り具業界は宣伝に踊らされるお客さんが多いんで、真面目に竿作りしてるメーカーはバカを見やすい、まあそういった業界なんですよ。で、このイマヌエル・カントの哲学を分かりやすく説明している動画がですねありますので、概要欄に貼りますのでぜひ見てください。さて、経営難に陥ったメーカーを見分ける方法ですが、経営難に陥ったメーカーは必ずですね、廉価機種を投入する特徴があります。それまで品質にこだわって高いモデルばっかり出してたメーカーが突如廉価モデルを連投するんですよ。で、売れるはずもなく、あの既存のファンを裏切ってる形にもなりますんで、売れないんで、どん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 銘柄も変えていくんですよ。で、高い竿を出すのが怖いんか知らんけど出せなくなってくるんですね。で、これはですね、リールにも言えることです。で、アブのアンバサダーとかね、例えばね、ダイコーのカタログを見ていきましょう。私ですね、2004年からダイコー終焉の年である2014年のカタログを全部持ってます。で、結局ですね、ダイコーは皆さんのご存知の通り、もうすでに釣り具業界から、まあ、撤退してるというか、釣り竿部門から撤退してるっていう状況なんですが、どこの、ね、段階でですね、あの経営難に陥ったかっていうのをですね、実際に出してみようかなと思います。ちょっとなんかしくじり企業みたいな話になっちゃうんだろうけどね。2008年のカタログのね、一文です。今ちょっとこれ多分画像に出してると思うんだけど、ダイコーがなぜ日本製にこだわるのか。私たちはダイコーのブランクスそのものが持つ質感に一方ならぬこだわりがあります。そのために求める用途や使用感を適した素材製法の選定と、焼き上がったブランクスの品質を見分ける工程をとても大事にしています。いいですね。また海外生産にすれば、ここ注目です、圧倒的に人件費が抑えられるのですが、あえて国内生産を貫いているのは、生産性だけを追求するのではなく、コストがかかっても高品質のロッド（ブランクス）を作るために、重要な部材調達、製造、検査、出荷までを経て厳しい品質管理のもとに行うことができるという明確なメリットがあるからに他なりません。
よく覚えとってくださいね。一振りのロットごとに様々な角度から厳密な計画を設け、検査工程をクリアすること、アフターサービスについても同様の考えに基づいてます。修理品の対応は日本一早いと自負があります。日本製だから、あ、これちょっと言い間違いだね。すべてって書けよ。日本製だからすべて安心という甘えをなくすことから、代行のロットメイキングは始まるのです。これ日本製だからすべて安心っていう、これ、すべてって読めるやつそんなにおらんぞ。ここにも出てますね。あの、代行のですね、カタログなんですけどね、あの、ポエマーがいるんですよ。より強いブランク作りという原点思想、伝統の革新の両立、これらがお互いにしのぎを削ることで、より優れたブランクスが生まれ、ロットという形に昇華されています。当然ここには時代に見合った要素と新しい提案を盛り込んだものでなければならないというハードルがあるのですが、やっぱり大工と言ってもらいたい、その一年が大きな支えとなっています。はい、2008年の大工のカタログの一文でした。はい、続きましてですね、2011年大工のカタログの文章です。それではお聞きください。大工ロットの個性と魅力について、コンセプト、ブランク、デザイン、そのすべてにおいて、またすべてがこれだよ。オリジナルといえる本質が宿っていること。ごめん、ちょっとこれ字がめっちゃちっちゃい。最良の設計開発機能を有している私たちだからこそできる、製竿工程のトータリゼーションは、見た目のデザイン以上に機能、品質に深く関係しています。私どもの理想とする感性を有することができる素晴らしいパートナーシップとの強い連携により、私たちのロットはメイドインジャパンであること以上に、メイドバイダイコーであることのクオリティとテイストに徹底的にこだわることで、ブランクサプライヤーとしても国内外で高い評価を受け続けております。品質を考え必要なコストをないがしろにしないこと、私どもの作り上げるロットの多くからは大きな驚きを感じることは難しいかもしれません。ですがそれは微妙じゃねえわ、それは絶妙なバランスで熟成が保たれているため、際立ったものを感じにくいという現れでもあるのです。実際に私どものロットを手にしていただければ、使うほどに手に馴染む大工ブランクの個性と魅力をご理解いただけると確信しております。大きすぎず小さすぎないファクトリーでは、今日も30年以上のキャリアを誇る職人の巧みな技の数々が工程の一つ一つに的確に盛り込まれていきます、というふうにあります。これ要するにどういうことなのかというとですね、このメイドバイ大工ですね、そして、この国内外で高い評価を受けておりますという、このブランクサプライヤーという、言葉が出てきましたけど、これどういうことかというとですね、大工ブルーレベルっていうのが出たんですよ。新しい伝統の創造、大工ブルーレベル。ロット本来に求められし信頼性をより高め、実調性能を重視した間違いのない釣り竿を提供したいという思いと、使用感の良さ、これ釣りの趣、長手だね、長手、使用感の良さ、長手の豊かさを追求する一方で、より優れたコストパフォーマンスのロットを製作するという理想を実現すべく、新しいブランドを立ち上げる運びとなりました。ロットの名称は大工ブルーレベル。これは日本国内でのルアーロットメイキングの創明期より半世紀余りに及ぶ経験、研究、努力の成果であり、これまで培ったスキルとこだわりの集大成であります。機能的で快適な使い心地のロットをできるだけお求めやすく、より長く使ってほしい、そんな思いを実現するために、私たちが立ち上げた商品ブランドに一貫して共通しているのは、必要な機能を使いやすくシンプルにデザインされたものであること、また製品によってロットに求められる最小限の要素を盛り込んだストイックな性能も、長く使うにふさわしいスタンダードモデルとしての現れです。大工ロットの風合いらしさを損なわないことを第一に、コストの品と品質、そしてフィールドでの
有用性のバランスを感じ、バランスを常に考えながら、長く定番としてご愛用いただける新しいロットを提案していきます。また、その質感と風合いを実際にお確かめいただきたいと思います。まあ結局ね、こういうメーカーってね、使ってもらえれば良さがわかるっていうところにちょっとすがっちゃうんだよね、というのとね、あと、もうブレてるでしょ。2008年からブレてるでしょ、もう。はい、もうなんかこれ以上読むの嫌ですね。もうちょっとなんかこれ文字数ね、少なくね、わかりやすく簡潔にね、書いた方が良かったんじゃないかなと思うんですけど、この2011年のカタログではね、こういう風に書いております。もう込められてる思いはですね、メイドインジャパンである以上に、メイドバイダイコー。メイドバイダイコー。はい、これが、おそらく僕は、ダイコーに対して、かかった呪いじゃないかなと思います。はい。まあ、カタログ見かけることがね、ありましたらね、ぜひ、読んでみてください。2008年と2011年のダイコーのカタログを読み上げてみました。このようにですね、メーカーにも浮き沈みがあり、まあ、ほとんど再浮上できないんですけど、カタログを毎年見てると、そういうのが分かったりします。はい。では、良いさを選ぶ方法なんですけど、ロット選びのですね、まあ、5W1H みたいなものをね、紹介します。1、どういう釣り場で、これ足場の高さとかそういうことですね。2、どういう場面で、まあ潮とかそういう話です。3、どのようなルアーで。4、どの素材のラインで。5、何号で。6、どういうリールを使うのか。この6個を考えるんですよ。だから、アジングやりたいから、じゃあアジングロッドだとか、シーバスやりたいから、はいシーバスロッドだとか。そうするとですね、例えば、僕のアジングロッドってトラウトロッドなんですよ。アジングだからアジングロッドっていう風な固定概念を持っちゃうと、トラウトロッドから探そうなんて思わないですよね。あと同時にですね、例えば、ヒップランの船の竿をスーパーライトジギングに使うとか、そういった発想もできなくなるんですよ。はい、スーパーライトジギングのロッドはスーパーライトジギング。ねえ、これ別にバスロッドでもいいじゃないですか。まあそういうことなんですよ。で、あくまでですね、そのメーカー独自のね、比較ということなので、ロッドスペックはね、あまり当てにしなくていいと思います。まあ、この竿は、だいたいね、例えば 10g から 42g っていう風に書いてあったら、まあその真ん中辺の数値の、まあ 20g 台が使いやすいんだな、みたいな、そういったなんか、まあ話というかな、まあ 30g 付近が使いやすいのかな、みたいな、まあそういった理解でもいいし、同じメーカーの、その同じ銘柄の竿の中で、ML と M っていうのがあったら、あ、こっちよりこっちの方が硬いんだ、へーでいいと思うんですよ。だから、このメーカーのこの ML ロットと、このあっちのメーカーのこの M のロットはどっちが硬いのかとかっていうところの指標は全然当てにならないっていうことです。それとですね、カーボンの進化は2000年以降でほぼ変わりません。なので、2000年以降のモデルにとりあえずはしときます。ロットのスレッド巻きだけできるようになれば、よりお得にロットが買うことができます。これはですね、ちょっとなんかバッドガイドがぐらついてて外れそうになってるとか、スレッドのなんかそのエポキシに割れがなんか出てるからとかっていうことで、結構安くなったり、状態のそのランクがそれによって落とされてたりとかしてるんですよ。なので、自分でスレッド巻きしてエポキシコートができるようになれば、よりね、選べるロットの選択の幅が広がるんですよ。そしてね、さらにグリップが作れて、で、なんとなくね、ガイドセッティングもね、わかるようになるんですよ。あ、ガイドセッティングってこういうのをなんか目指すんだなっていうのは、なんかこう、わかるんですね。で、ガイドセッティングってほんといろいろはないんですよ。なんか、自分好みのガイドセッティングとかっつって、なんか、デタラメになんかやる人とかよく見ますけど、だいたいね、誰が作ってもね、そうなるよねっていうような答えがあったりするんですよ。で、こういうことがね、できるようになると、マニアックな竿も作ることができて、周りの人と違う次元の釣りができるようになるんですよ。例えば、押しアジガーにマグネットブレーキを搭載させて、それをショアジギングで使うとかね。
諸和ジギ用のベイトロッドで10フィート以上のロッドなんてあんまり売ってないじゃん。まあ、例えばそういうことです。で、これはですね、メーカーが売れそうな竿しか作れないっていうのがあるんですよ。もう売れる見込みがある竿しか作れないんで、こういったマニアックな仕様の竿を出したって売れるかどうかが分かんない竿っていうのは出さないんですね。なのでインディーズメーカーはそこに商機をかけるんですけど、そこで何か成功を収めたら後からついてくるのが大手なんですね。だから大手のやり口ってこんな感じなんですよ。インディーズメーカーにとりあえずやらせといて、でそれをですね観察しといて、でここなんかうまくいくぞと思ったら一斉にそういう大手メーカーはそこの何商材を投入しにかかるんですよ。これは大手メーカーのランチェスターの法則でいうところの誘導戦略って言うんですけど、そういったことをねやります。まあ資本力があるからね仕方ないよね。うん。ではですね、最後に中古で買うと良いメーカーを条件付きで発表します。これ僕がなんかこうねこれがいいって言うと、なんかこのブランドの全部がいいっていう風に聞こえちゃってる人がいるんで、まあそこをちょっとね訂正するために今からお話しします。まずはですね、ハイエンド機種のダイコ。ダイコはですね、先ほどのブルーレーベルっていうのを後半に出しちゃって、でなんかわけのわからんことになっちゃったけど、それでも高いモデルの竿っていうのは出してたんですよ。だからダイコは最後までやっぱり正直者だったということなんですね。まあだから終わっちゃったっていうのもあるんだけど、でそれでねメジャークラフトがね結局うまくいったっていうところなんですよ。まあこれからどうなるかわかんないですけど、まあそういうことがあったと。で今はなんかロットコムっていうなんかブランド出てますけど、まあ同じ失敗をね踏んでほしくないなっていうふうに思います。2000年以降のゼロ式回までのゼニス、はい、これ以上はちょっと説明できません。廃盤になった商品がいつまでもホームページに残ってる天竜ですね。これはですね、商品のそのカタログが残ったままになってるから、中古竿を買うときにこれ一体どういう竿なんだろうっていうのが分かんなかったりする場合があるんですね。で他のメーカーだと廃盤した商品のページなんてとっとと消すんですよ。なんですが天竜の場合は自分のホームページのリンクは切ってるんですけど、ページ自体はサーバーに残ったままになってます。なので一番選びやすい竿は何かっていうと僕は天竜だと思います。で後の条件も合致してるでしょう。まあ、天竜も結構お買い得に竿を買うことができるメーカーの一つだと僕は言えます。このチャンネルではこれからも釣りチューバーやプロアングラーと呼ばれる優秀な事前販売員が言えない情報を、会社を普通にクビになった無能者のルアービルダーであるスタジアスカのマチャがお送りしますので、よろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。